垂直スイングワンダーランドカルカーはドイツのノルトベストファーレン州北西部のオランダ国境に近いカルカーにあるテーマパーク。一度も発電せずに閉鎖したカルカー高速増殖炉 SNR-300 の跡地に1995年に設置された。全面開業は2005年である。ワンダーランドカルカーはホテルやバー、飲食店に加えて ヘルニーファミリーパークという名前の子供連れ家族のための遊園地を含む複合施設である。このテーマパークのコンセプトは1回の入場料で乗り物に乗り放題、食べ放題、飲み放題であることを特色としている。施設を運営するオランダ人経営者ヘンリー・ファンデル・モストははじめ金属くず類回収業から見起こし、現在は解体工事会社の他複数のテーマパークを 所有している。テーマパークの多くはもともと他の目的で作られた場所にある。来場者は年60万人である。また、遊園地の繁忙期には約550人が雇用される。高速増殖路 SNR-300 は日本の文殊と同時期にドイツで初めて運転される予定だった高速増殖路である。1985年に運転を開始したものの、 1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故をきっかけに、それまで継続していた反対運動がさらに勢いを増したことで、本格運転に至らないまま、ノルトベストファーレン州政府から運転許可の取り消しを受けた。さらに、建設コストが当初予定の18億マルクから80億マルク以上になり、原発推進の立場だった。 連邦与党のドイツキリスト教民主同盟は1991年にコスト面の問題を理由に計画中止を発表した。ヘンニー・ファンデル・モストが所有者である電気事業者から原子炉施設を買い取った後は、まず遊園地の整備が始まり、冷却塔の外壁がクライミングウォール、中央制御室がレストラン、タービン室がトイレ、消防体室がボーリング場、 そして、原子炉建屋がホテルに改装された。プルトニウム燃料が入ることのなかった原子炉自体も原子炉内探検ツアーが体験できるよう、底部に電飾を施して見学者を受け入れた。こうした経緯から SNR-300 をドイツの脱原発の原点と見なす意見もある。2011年にドイツで制作されたドキュメンタリー映画、アンダーコントロールは、 ドイツの原子力産業を題材としており、作中で、ワンダーランドカルカーも紹介されている。ワンダーランドカルカーの主な施設ケルニーファミリーパークの、主なアトラクション、イコマム、エコマムスペシャルリポートドイツ原発跡地が、遊園地に、で確認したカタカナ表記。他に、ワンダーランドカルカル、ワンダーランドカルカールなどの表記が見られる。各の水ワンダーランド、または、 核水ワンダーランドのイ。シュピッツナーゲルノリコ。スペシャルリポートドイツ原発跡地が遊園地に。イコマム、エコマム。日経 BP 社。2013年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月26日閲覧。AB、原発跡地の遊園地。ドイツ西部。AFP ブニズ。2011年6月25日閲覧。 廃止後に遊園地として生まれ変わったドイツのカルカール原発。ラバ、旧2011年6月26日閲覧。ABCDE サダヒロキ氏。模索するドイツ社民党、脱原発の行方。読売新聞東京長官、p 7ト a b c d e f マスダはじめ。脱原発の最前線ドイツ見分期。一章長原炉建屋、ホテルに。 毎日新聞地方版、青森。ありがとうございます。